はい、こんばんは。ウラレッツチャンネルの小屋の K です。今日はですね、ちょっと外から、外で撮影しながら話したいと思います。まずウラレッツお疲れ様でございました。1対1との同点ということでね、まあ、前回の試合よりは良かったんじゃないでしょうか、全体的にはっていうのもやっぱり前回の動画で言いましたけども、サイドバックの山中のところが宇賀神に変わったところで非常に安定感が出たんじゃないかなと思うし斜めへのこうサイドバックからのパスとかも出るようになっていたと思うし、まあ、サイド攻撃もね結構効いてたので、それでマルティノスのクロスから素晴らしいコールキがノットラップやばかったですね。コールキのいや素晴らしいゴールが決まって、まあ基本的にはねあんまりチャンスは作られてたけども、このあんまり怖くない攻撃だったかなって思いますね、広島の攻撃が。まあそんな中で、まあほぼ勝てたんじゃないかという試合で勝てなかったのは悔しいですが、まあサッカーはそういうスポーツなので、ああいうレアンドロ・ペレイラのゴールのようなちょっとアンラッキーな形なゴールっていうのはまあまあ生まれるので、まあそれよりもやっぱりこう得点をねもうちょっと奪えるシーンで、マルティノスが、もうめっちゃチャンスのところ外しちゃってたりしましたけど、まあやっぱああいうとこ決めきるとか、そういうねところっていうのをねやってれば勝てた試合だったのかなと思います。はい、まあ、とそれとは別でちょっと気になったのが、やっぱり真ん中でゲームを作れてないっていうのがあって、レッツが勝ってた時って結構ここ最近勝ってた試合って結構中盤で相手のボールを奪って高い位置で、そして、そのまま攻撃にシンプルに行ってとか、あとは、まあ、つなぐというよりかは中盤を飛ばして、いいパスが、相手のディフェンスの裏にロングパスが出て、そしてなんか一気にゴールへっていうのが多かったと思うので、得点シーンとしては、ちょっと今日はそれが広島がどっちかというと中盤でつなぐというよりかは、まあ、もちろんつないではきてたし、つなぐのもうまかったしね、あんまりミスをしてこないチームだったなと思うし、プラスサイドに早めに展開してたっていうので、まあ、やっぱりこう相手の方が3バックでサイド使いやすいっていうのもあって、ちょっとそこをうまく使われてしまったかなっていうのがあって、こうプレスがはまらずに、そのうまくいってた時のレッツのサッカーができてなかったので、まあ、それは攻撃につなげられないよね、攻撃につなげられないよねっていうような感じだったかなと思うので、やっぱりそういう時に大事になってくるのって中盤でいかにボールをつないで崩せるかっていうところだったと思うんですよね。で今日はそういう形がほぼなかった。長澤から1本ゆるきにすげえいいパス出ましたけど、なんかあんまりそういうシーンがなくて、っていうのもやっぱりこうやっぱりボランチにパサーがいないっていうのが一個大きな要因かなっていう、こっからレッツが上に上がっていくためには本当にそこがそういうパサーが出てこないと、ちょっと正直ここに試合を見てて、あ、やっぱり中盤に柏木みたいなタイプいないと難しいなっていう気が本当にしましたね。まあ試合内容としてはそんなに悪くはないんですけど、なんか良くもないというか、めちゃくちゃいいというわけではないので、やっぱり上に行くためにはめちゃくちゃいい試合をしてほしいし、超楽しい試合をしてほしいので、そう考えると柏木みたいにこうね、やっぱパサータイプ、ゲームを作れるタイプがいないっていうのは今日非常に物足りなさを感じましたね。やっぱり展開ができないかったりするので、まあ、だから柏木がねもしコンディション的な面で難しいなら、俺はもう思い切って岩波とかをボランチに投げちゃってもいいんじゃないかなとか思ったりはしますよね。まあ岩波もそんなにこのめちゃくちゃ落ち着き払ってる選手ではないので、まああれなんですけど、でもエベルトンとかに比べるとパスはいいパス出すと思うので、ちょっと一回試して使ってみてほしいなっていうところと、そうですね、なのでちょっとそこ物足りないかな。もしこっからこうさらに勝っていくってなった時、もちろんこう切り替え早く前から奪って、そしてシンプルな形でゴール前まで行くっていう試合が、その攻撃の形がちゃんとはまった相手に関してはすごくいい試合ができてると思うし、面白い試合ができてると思うんですけど、やっぱりそうじゃないチーム、そういうプレスがはまんないチームとか、やっぱりどうしてもこう自分たちがボールを握って、繋いで崩さなきゃいけないチームになった時に、相手がちょっとだから本当フロンターレとかもそうですけど、フロンタ
ールなんか特に多分こっちがボール保持しないと勝てないので、そう考えると今のサッカーでフロンターレでやっても勝てないなと思うし、ちょっとねどうなんでしょうかという、ちょっとまあここで壁に当たってる、ぶち当たってるかなというような、ここ2試合ですね。もちろん負けてないし、まあ、あの6試合負けなしというのは素晴らしいことだとは思うんですけど、ちょっとね悪くないからこそ何かを良くしていかないと、チームとしてはあんまりここから上に行けないのかなと思うので、もう中盤に柏木を入れるとかしか解決策は今のところはない気がしますけどね。まあパスを出せる、パサーができる選手、まあなんかこうを置くっていう選択をするしかちょっと今のところはないのかなと思ったりね。でそれができないんだとしたらちょっと今年は手詰まり感があるかなっていう、このままのサッカーでもちろん勝てる試合もあるし、まあ、負ける試合もあるし引き分けの試合もあるしというような、なんとなくそのまあちょっとなんて言うんだろうな、行ききらない、なんかこうドカンと行ききらないような試合が続いてしまういそうだなと、このままだと思ったので、まあ今年はでもな、でも本当にだから柏木次第になってるところがちょっとやっぱ選手層の薄さというか、やりたいサッカーとその在籍してる選手が合ってないのかなっていうふうには思うので、例えば柏木が出れなかった時にもう一人ねパサーができる選手がいたらもちろんそれが一番いいので、まあ長澤ボランチのその片方は長澤が本当素晴らしいと思うんですけど、もう片方、まあ、あの相手に応じてエベルトンでいい時もあるし、エベルトンだとどうにも今日みたいにちょっと崩せないなみたいな日が出てきちゃった時に手詰まるので、まあだったらいっそのことなんかこう、まあ、ワンボランチにしちゃってもいいのかなとか思ったりね、長澤のワンボランチにして、もうなんかその守備は一点で長澤に引き受けてもらって、よりねこうなんか前に人をかけるっていうところ、まあフォーメーションはちょっと何なのか分かんないですけど、2ボランチにするよりも長さは1ボランチの方が良かったりするのかなとか思ったりねはしましたね。そうですねまあでも基本的にやっぱりディフェンスの集中力が今日も高かったし、本当牧野素晴らしいなと相変わらず思いましたし、まあやっぱりサイドバックは宇賀神だなというふうに思いましたね。まああと今日そのやっぱりこのなんて言うんだろうな、勢い的に2点目が取れそうにないとか、ちょっとまあマルティノスが外したあの決定的なシーン外した後あたりからはあんまりチャンス生まれなかったじゃないですか。だからなんかそのあたりで、あ今日ちょっと2点目取るの厳しいな、じゃあ守り切ろうっていうサッカーに切り替えて、まあこう長さをそういう時に長さをサイドハーフに使うのはありかなというふうに見てて思いましたね。なんかあの、関根とかマルティノスとかじゃなくて、とかゆるきじゃなくて、ああいうボランチの守備できる選手をそういう時にこそサイドハーフに、使って、最後を締める、サイドの守備を締めるっていう、結局あのレアンドロ・ペレラの守備もあの失点シーンも言うてもサイドからやられてるので、あのゆるきがもう一歩詰めればペレイラのシュートを止めれた部分だとも思うし、ああいうところこうもう一歩詰めれる選手っていうのはやっぱりサイドに置いとくとか、というのはやっぱりこう大事なのかなっていう、そういう割り切りっていうのは一個大事になってくるのかなと今日の試合を見て思いましたね。もちろん、攻撃をし続けて、勝ちに行くサッカー、点を取りに行くサッカーを続けるっていうのはすごく魅力的だと思う、続けてほしいんですけど、やっぱ今日みたいにもうちょっと点取れなさそうだなこれってなったあたりで割り切って勝ちに行くサッカーっていうのをここでもう一回ね、できればなんかこうどっちもできる、非常になんか勝者のメンタルを持ったチームになっていくんじゃないのかなと思いますので、それはちょっとまあこっからかなって今日で学んだと思うので、あちょっと今日はどっちかっていうと守備に最後絞った方が良かったなというか、守備に重きを置いた方が良かったな最後っていうような反省がまあチーム内で出てたら今後活かせると思うし、まあちょっとぜひそこは反省してほしかった部分だなと思うんで、反省してほしかったっていうかちょっと気づいてほしい部分だなと個人的には思いましたね。まあそんなところかな。
そうですね、まあ、本当に大大大問題だと思うんですけれども、この中盤での 崩し、どうすんだっていうところ、本当に次の試合あたりでそろそろ柏木を出すなり、柏木が難しいなら、何かしらのこの中盤で崩せる案を出してくるなりしないと、ちょっと手詰まりだなと思ってるなという、まあ、その1点のみですね、全体的には。サイド攻撃も良いし、守備も素晴らしい、集中力を発揮しているし、決定力も高まってきているし、そこですね、ちょっとそこを、まあ、こう最終節に向かって順位を上げていくためにも見せてほしいなと思いました。はい、そんな今日の広島戦でございました。というわけで、次の試合も楽しみにしておきましょう。ありがとうございました。 VR レッツバイバイ。